はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説、レジェンドオブマナ、第2回目やっていきたいと思います。で、前回ですね、ニキータの商い道中を終わらせて、とりあえず1回家に戻ってきました。で、ルックを見てみると0ルック、もう全部奪われたわ。あの300ルックくれとか言ってたんだけど、結局300ルック多分なくて、で全部のルックを奪われて、まあ、アイテムは手に入ったということなんですけれども、サボテンくんとかマジなんなのこれ。語りかける、金の亡者、え何なんか増えたのかな、よくわからん、なんもない。あれあれ、なんだか、これで書き込んでんのか。初めての日記、まあ多分やったイベントのあらすじみたいなのがあれで見れるのかな。大変大変、ドミナの西の方に変なカボチャが大発生した。悪い魔法使いがカボチャの大軍で私たちを皆殺しにする。安心してお手紙配達できない。小さな魔法使い、行かなきゃ、とっても怖くてドキドキしている。で、仲間は別に常時いるわけではないよね。なんかイベントによって仲間になるキャラクターが多分変わると思うんで。で、アーティファクトを2つ手に入れたんですけれども、これをどうするのか。獣王のメダル、炎、とりあえず設置してみる。獣王のメダルから、あ、もうどこに置けばいいんだかわからんわ、こんなの。そもそも獣王のメダルがさ、なんていうの、まあ、街ではないと思うけど、ダンジョン的なものなのかな。この横に置いとこう。草ができた、これ草原か。あ、森っぽいね。かぼちゃって言ってたかね。でもジャングルとはまた違いそうだけどな。炎どうしよう、ちょっと炎すぐジャングルを燃やせる位置に置いとこう。いや、よくわかんない、何も考えてないから。燃えよ。あ、これガトか。町と町がさ、こう隣接してんだけど、まあいいや。じゃあちょっとガトから行ってみるか。てかアーティファクトの中身が分かんないんだけど、どっかで見れるのかな。炎がまさか町になるとは思わなかったからね。えすげえな、街って感じではないんだけど。祝言のこの先はいけません。いきなり追い返されたんだけど。門前町、断崖の町があと聖なるに飾り舞い回られた寺院が有名な町です。岩壁に刻む炎の道、どうされました、お腹が痛い、具合が悪そうなんです、手を貸してください。痛い、そこのお店で休んでいきましょう。なんかイベント2つ始まっちゃったよね。大丈夫かな。ダメ、誰かなんとかしてくれ。結構元気じゃねえかよ。え、何をすればいいの、何を、いけねえし、あの奥に。なんかある、あ、そっか。ダイアリー。ドミナの西にカボチャが大発生。あ、ドミナに行けばいいのかな。ガトで起きた不可解な事件を解決する。小さな魔法使い。ちょっとドミナ行ってみよう。ここ後回し。
ドミナの街。武器とかなんか増えてるかな。まあ、まずはここでしょ。商店街で武器屋。ブロンズソードが今装備してるやつで、基本的には、あ、青銅があるじゃん。青銅、ブロンズ、いや青銅とブロンズ変わんないよねあ、シールドとか売ってる。てか20円で買えるじゃん、超安い。あれ3つしか装備できなかったよね確か。防御力合計、アーマーは多分装備してる。ヘルムが高い、ブーツ、ハープ。あ、これあれ、てか金ねえじゃん、そもそも。そういえばパクられたんだ。何も買えんわ。西へ行こう。クソ、ニキータで金を稼ぐつもりが金が逆になくなってしまった。で、ここカボチャっぽいよね。カボチャ畑っぽい田舎道。いや、そんなことねえか。カボチャが怖い。さらに奥行くか。おーおー、なんだ、けけけ、そういう笑い方やめて。コロナなんて不吉な名前なんだ今の世の中に。カボチャで世界を支配する、バカみたい。怪しいやつ追い返すぞ。カボチャにやらせればいいじゃん。頭冷やさなきゃダメね。は？敵なの？ちょっと待って。おお、なんか魔法使ってきたっぽい。サラマンダー、ファイヤーボールか。 5% 減ったな。ちょっと待って、こいつら魔法使ってるんだ。いや、当たんねえんだけど、攻撃が。なんだ、どうなってる。さあ、当たった。強そう。これ、スタンドウェイで行かないと。危険だぞ、これ。待って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 。今の俺で勝てんのか、これ。勝てなさそう。魔法だってどう考えてもさ、倒せないんじゃない。でもこれはめられた、こいつ。一定のリズムでやればはめられそう。ちょ、待って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 、2対1は確かにここのところではない。いや、これは無敵のはずだ今は。ちょ、いや、当たんねえんだけど。ん、ジャンプした。なんだ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 。おお、いって、あいつ、あ、逆になってる。混乱してんな今。ちょっと待って待って、ガードしよう。ちょ、わかんねえ。混乱結構うざい。ガード。てかどうしようこれさ、の回復の方法が分かんねえんだけど。特に別にさ、アイテムリングみたいなのを引き出せるわけじゃないから。ちょっと 40% しかない。ドリアード、こいつはマジなったの、人間のくせに。いや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 、なんだ、ガードしろ。結構やばいよね今。やばいやばいやばい。もう技使おう。あれ、技が使えん。今毒ってんなこれ。よし、ピョってる。今のうちにタコ殴りにする。いやい、当たれ。え、マジよくわかんねえんだけど、必殺技の使い道がわからん。ちょっと一回逃げて回復しよう。まあ、逃げてれば回復できるからこれ。なるべく間合いから外れて。一気に 4% 減る。ドリアードは多分横一線だな。ジャンプ攻撃これ食らったら結構危険だな。逃げよう。あー、範囲が広い。お前を攻めて倒す。逃げろ。よし、
こいつが倒した。1対1ならばあとお前跳ね殺す。俺の方が早い攻撃がこれだ。あ、いいタイミングで逃げるな。一発一発でひるませて、もうちょっと早い方がいいか。はい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 、これだな。あんまり早すぎると連携になっちゃうけど、連携になると痛い痛い痛い。この場合は居合で、え、よし、いけ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 。これだ。逃がさん、やばいやばいやばい。今度ピックアウトで、もうちょい、やばい、待って待って、ガード、ガードしてると人々回復しなきゃ、人々の回復する時間が分かんない。相手も回復するのかな。ちょっと待って待って待って、危険だこれは。逃げよう。これ横一線だから横にいなければなんとかなる。ちょっと待って待って、俺もはめられんな。これね、3連撃やるとだいぶ隙が出るんだよね。だから、あ、やばいやばいやばい。あ、ピヨったピヨった時にはこれあっぷんね。ってか何も手に入ってねえし。すげえ、俺を弟子にしてください。なんてやつだ。双子の兄弟、コロナ、バード。いたずらばっかりしている。弟子にする、弟子にしない。女の子は弟子にしてもいいけどな。一応弟子にしてみる、せっかくだから。心の広い。アホなだけだよ。小さな魔法使い、終わり。早かったな。弟子ができたけど、戦闘に連れて行けんのかな。結局さ、しかもさ、何の経験値とかも手に入んなかったからね。ガトへ行こう。ちょ、もうちょっとなんか必殺技とか整理して、居合とかのなんか使い道がよくわかんないからな。ちょっと待ってね。これでスキル、これアビリティって何？ジャンプ、ガード、ダッシュ。あ、変えられるんだ。回復スピードアップ、防御力はゼロ。なんかどっちかっていうとさ、ここしゃがむにして、ここガードにしたい。あ、盾か。なるほど、盾持ってればガードの時盾でガードできるんだな。ミドルレンジヒット、威力中、あ、でもあれだよな、大丈夫だよな。必殺技2つしかない。アイテム、これ全部原料だな。なんか回復手段なさそうだな。まん丸ドロップとかそういうの使えなさそう。じゃあ奥へ行こう。こいつはなんだ、ルーベンス、炎の技師をしている。ちょっと尋ねるか。癒しの陣の炎が狙われている。ここに来る前に怪しい人物を見なかった？え、別に草人は怪しくなくない？見てない。あいつが怪しいとは別に断定できないからね。濡れ衣だったらかわいそうだし。お腹が痛い。これは海中プップ、万能薬の材料になる。治すなんてとんでもない。病に苦しむ人に希望を持たす万能薬、プップを取り出しましょう。あなたの葉っぱを剥いでプップを取り出す。どっか行ってしまった。プップは効果、ルーベンスさんも万能薬を欲しがってた。やつを追うか。どこへ行った？こっちへ来なかったか？何か用か？ルーベンスのこと、さっきの草人のこと、寺院に行った。あれ、なんか落ちたよ。
これ寺院なの。まあでもこの崖のところにあるからしょうがないよね。俺今何レベル、そもそも。お、4レベルになってんじゃん、いつの間にか。あ、いる。これあっち側か。おやめなさい。真ん中に人いたんだ。全然気づかなかった。お腹痛い。プップなんとかして、心を鎮める。世界を感じなさい。痛みなど感じません。そんなわけあるか。瞑想なさい。心を解放しなさい。邪魔なさないでください。瞑想中ですの。とりあえず追いかけよう。あ、いなくなってる。ちょっと戻るか。どこ行った。鉱物を売っています。あ、普通にこういうやつも売ってんの。金がねえんだよ、そもそも。え、でもこっちは行けなくない？この先は行けません。え、やつはどこ行った？もう一回右へ行ってみるか。あ、いた。これか、話すタイミングが難しいんだけど、なんか。お腹が痛い。葉っぱむかないで直して、ちゃんと直してあげるから、こっちいらっしゃい。ルーベンさん、うぎゃ、待ってくれ。ためらうことはない。石の眠りについてしまった恋人を救うため、逃げられてしまった。人を傷つけたくない。そんなことで誰かを守れるのか。甘いですわね。生きていくということは、この険しい岩壁に道を作るようなもの。心に希望の炎を絶やしたら、とても頂上まで登りきることはできない。そうは思いませんか。みんな甘い。強くなければ生き残れない。これは自然の掟。てか、このイベント長えな。そう、どこ行ったかわかんねえし。とりあえず陣へ行こう。もう一回。あ、倒れてる。大丈夫か。いやいや、事件ですな。被害者は修道女と外傷は。死体に触っちゃいかん。死体なの。まだ生きてます。どこか痛いのですか。体当たりされて足首をひねった。草人に化けて侵入していた。何が狙いだ。サンドラ。奥とか行けんのか。マジで話せないからいいや。行けない。いや、特に行けないな。出よう。ちょ、ほんと行ったり来たりしてんなこれ。ちょ、もう一回こっち。いなかったら下へ。っていうか、イベントが起きた。なんだ、何か言うか。草人、やはり私、海中プープを手に入れる。嫌な人にやってくれ。俺は嫌だ。魔法都市の恋人がどうなってもいい。なぜ彼女の居場所を。なぜかしら。からかうな。
あなたが行かないな、いらないなら懐中プープは私がもらうけどいい。好きにすればいいだろう。草人が死のうが恋人が眠ったままだろうが関係ない。俺は誰にも関わりたくない。他人が俺に関わってくるのもごめんだ。放っといてくれ。輝きをなくした汚れた石に制裁を。は？なんてこれも意味がわからん。殺しちゃうわよ。核は傷つけていない。私の言うことを聞けば核には手出ししない。泣いて命乞いしなさい。そうすれば許してあげる。涙は流せる。俺は無理。残念だ。さよならルビーの騎士。まだ生きてる。さすが奇跡の座の、なんていうのこれ、大した玉の力ね。希望の炎を確かにいただいた。捕まるわけにはいかない。また会いましょう。いやいや、遅かった。くそ、貴様か。貴様がサンドロだな。正体分かってる。その変な帽子を取れ。違います。修道女が、修道女か。やつは変装の名人。逃してなるものか。これはどうすればいいんだ。うう、もう一度会いたかった。ディナ、すまない。あ、消え去った。寺院に宝石泥棒サンドラの予告状が来ていた。希望の炎をいただく。てっきり癒しの寺院の炎のことかと思っていた。ルーベンスさんの核が狙い。ルーベンスさんがこれなんて読む？弾をなんか体内に入れてる感じの人だよね。君の協力が必要だ。まあやってやろう。あ、なんで断るが上にあんの。サンドラがまだこの町にいると思っている。何か引っかかる。寺院と町を調べる。君は町の外を調べてほしい。頼んだ。行こう。奥に行けるようになってんのかな。こっち。あ、行けるようになってる。いざこざが終わったらさっさと立ち去るがいい。これこっちの右は行けないか。洞窟っぽい。え、なんだ、どっちも行けんな。洞窟内部なんか変なのが転がってんだけど、この奥へ行けばいいのかな。なんか目玉がいる。いまいちさ、ダメージがないからさ、自分の攻撃力が分かんないんだよね。なんか強いのか弱いのか。あとさ、間合いが難しいこれ。あんまりこの軸がずれてると当たんないし。いや、死んだ。経験値経験値。変な肉とか、やだな。まずはこれを頼りに行くか。ん、なんだ、どっちにも転がってんな。いや、え、なにこれ、これなんかあるか。ない。じゃあこっち行こう。いや、これはなんだ、ちょっと強そうな。おー、ちょ、待って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 、強いぞ、攻撃力が強いぞこれ。待って、これさ、カブト割りみたいなのができるんだけど。
何これ、どうしたらいいの。居合切りはすぐ発動するけどさ、カブト割りが発動してんだよ。 L にした、あ、カラタケ割り L に入れたんだ。おお、経験値くれ。これで24か。どっちだこれ。いや、回っていくしかないか。なんだこっち、いやこうか。なんか飛んできた、はめ殺す。基本的にはケーキチくれ。これ消えるのかな。消えたやばい、取れる時に取っておこう。これはどこへ行ってる今。ガッと洞窟内部。まずは宝箱を回収する。コウモリの黒焼き樽は多分何もないよね。一房のウール。話せる。シュタインベルガーは魂の酒、心に樽がある人なら誰にも差し上げています。出すにゃ。お前はちょっと こいつじゃない。話すの難しいんだけど、このゲーム。シュタインベルガーを作っている。またこいつが戦うのか。このザコ敵は確かにあんまりもうヒットポイント気にしなくていいな、自分の。取って、回収。これが落っこってはいるんだけどな。いや、つえ。カラタケ割り。どうだ。あ、それなりに当たるな。これこっちもあんじゃん。ヒイラギの木。さらに先へ行ける。今なんかいなかった、気のせい。祝言の道で、さらにこっちか。あ、私が直してあげる。本当？無業地見つけた。サンドラ、おとなしくお縄につけ。私は誰にも捕まらない。また会いましょう皆さん。なった。こいつらお腹痛くない。また一人殺されたのか。やっぱりご協力感謝する。これを受け取っておきたまえ。アーティファクト、数秘術の石板、サンゴの食材。いや、なんか手に入れてるけどさ、これってなんか行くとどうなる。こいつ速攻で死んだな悲しいやつだ。入るだけ入ってみる。こっちジャングルに。まあ、イベントは起きないけど敵とは戦えるっていう感じかな。あ、なんかいる。これでイベント起きるのか。いいですか。今日はとってもめでたい日です。あなたたちがドゥーカテを倒してその尻尾を持ち帰れば。わかりますね。この世界の人種がわかんねえんだけどわかんねえよ。借金チャラにしてくれる子供親父。子供親父ではありません。サザビ、借金もチャラではありません。
だけ借金してたんです。騙されたんだ。屋敷のものを壊しまくる。ドゥーカって500匹捕まえる。獣王、いやなんか強そうだ。ドゥーカテの尻尾1個1、10、100、1000、2万ルクとか。いや絶対そんな手に入んないでしょ。まあ、一応イベントはでも発生するね。一回ワールドマップへ戻ろう。あれ金って結局どうなった。ちょっともうちょっと防具が欲しい。今ブロンズアーマー的なものしか ないからね。盾を買うかどうかだよな。盾多分一枠使う気がするんだよね。でも安かったっちゃ安かったか。最悪なんか売れば売れるよね。なんか素材みたいなの。持ち物あるじゃん。あ、弓矢か。これよくわかんねえな。あ、カブトなのこれ。頭そ鍋。ヒイラギの木たっけ。けど1個しか持ってないからな。これ4つ持ってんな。なんかいまいち使い道がわかんねえかんな。針、ひとふさう、ヨシマンジュ。今20円しか持ってないよ。大きな種ちょっと2つ売っちゃう。100円になるかな。で、ブロンズシール20円でしょ。これ装備するだけで、だって20円で防御力3ってさ、おかしくない？兜買った方がいいじゃん。あー、ここら辺か。エアショット、威力6、威力7、大地のドラム。こういうのも欲しいけどね。ちょっと装備を、武器、そうだよな。防具のところにブロンズシールドが来るよね。これ一応グランス鋼鉄の兜あるからやっとこう。ブロンズシールドを装備すること自体ではプラスにはならない。やっぱ防御してだな。一応じゃあこれでいくか。というところで、じゃあ今回はここで終了して、次回はジャングルの方へ行ってみたいと思います。ちょっとなんかイベントが単発すぎて結局よくわからない感じですけど、まあ一個一個イベントをこなしていきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。